お疲れ様でございます東京都知事選が始まっていますけども NHK の立花隆さんね NHK 党の立花隆さんがやっぱりやってくれましたねいやこういうのを私もね待っていたんですよこの選挙のこのポスターを貼る掲示板ねこれそのものがバカバカしいからこんなことができるんだよっていうことでねやっぱアンチテーゼなんですよここれに対してモラルがとかねこの 選挙を悪用してるとかっていうのはもう2週も3週も遅れたクレームなんですよね、えー、こちらの方にねすごくいいコメントが書いてますこのめちゃくちゃな都知事選のポスター掲示板を見てモラルの低い候補者が散見される民主主義の危機というようなコメントが多々見られるが無駄な公営掲示板を未だに残している 政治家サイドが最も悪い。バカバカしい制度にはバカバカしいことが起きるのだって書いてますけども、その通りなんですよ。このルールのもとね、ここまでのことができるんですよと。全くこの掲示板自体が意味がないんですよと。この利権をまず何とかしましょうってことなんでしょうね。大体いい掲示板にポスターを貼るなんていつの時代のことなんだって話なんですよ。で、ここを広告代わりにされちゃうよってことでもありますし、こうやって今回ね、 NHK 党の立花さんがいろんな仕掛けをすることによってあっちこっちにこの情報が波及して最も掲示板が見られるっていう結果になってるわけですよだから従来の形だったら掲示板なんてね見られないわけですよで掲示板の意味をなさないでしょで初めてですよこういうことをする人が出てきて掲示板の効果が出てきたっていうことはねで中央上の方にねちょっとこう女性の なんともあられな姿がありますけども、これに対しても、まあ、いろんなクレームが起きてますけども、え、じゃあ、掲示板の使い方のルールを破ってるんですかってったら、これね、破ってないんですよ、これも、ね。破ってないんだけども、モラルがなんとかとかね、言い出す人がいたり、子供を見れるようなところでとか言いますけども、やあのね、そういうふうにね、下り顔している人がね、いっぱいいる中で、私、心の中で思うんですよ。いやあななたたはそれが嫌いいんですかとこういったものを 隠れて見て見る人生だったんですかと、ね、もちろん隠れて見ていたでしょうしこれからも見るんでしょうけどもなんだかねカメラの前では正義感ぶる人がいるわけですよでも現実こういったものってのはあっちにもこっちにもスマホの中にもネットの中にもあって子どもたちに対して隠すとか隠さないとかね、まあ、そんなレベルのものではないでしょうとでこの掲示板にこういうの貼られたくなかったら 掲示板のルールがもう穴だらけなんですよってこととか、そもそも今の時代、こういった掲示板にね、候補者の写真を貼るなんていうのは時代遅れでしょってことなんですよ。私たちは候補者を YouTube で見てますよ。YouTube でどんな演説をするのかっていうのを見てるんですよ。申し訳ないけども、この中松って人はもう古い人ですよ。見ないですよ。桜井誠さんなんてのはね、YouTube で目立つんですよ。新藤なんとかさんも知らないですよ。 小池さんに至ってはねまあもう YouTube では見ないですねまあくだらないから見るとしたら切り抜きとかね、えー、まあブログ単位ですかね映像としては見ないかなと思いますまあそれだったら黒川敦彦さんの方が興味を引かれてみますねでまあ石丸慎二さんは当然ですけども YouTube での発信力ピカイチですからこの東京都知事の中で最もトークが上手で思いが伝わりやすい人じゃないですか ここののの人人人にやら任せててももいいいいかかっ思思うのはただこの人1人じゃないかなと思いますよねあとは年も取ってるし嘘つきだしって感じですよあちなみに内海さんって方もねすごく誠実でいい人みたいですよ、うん、だからやっぱりね言ったことが守れる人その能力がある人に権力は持っていただきたいですよね他ダメじゃないですか小池百合子とかねもうダメですよね言論弾圧のもう最たるもんですよね うん、だったらまだ桜井正さんのほうが真面目ですよ。まともですよ。はい、そんなとこじゃないですかね。掲示板もうやめたらいいんじゃないですか。うん、くだらないね。<laughs> ほぼ全裸の女性、立候補しない格闘家、犬。<laughs> だからこういうふうに使われないように掲示板のルールができてなかったってことでしょ。うん、それはね、モラルとかなんとかっていうのはモラルなんでみんな違うんですから。ね しかも NHK の立花さんは、この掲示板の制度がおかしいから、こういうふうに問題提起をしてくれるんですよ。だから2段も3段も別の次元からやってるわけなんですよね。モラルの低い候補者が参見されて、モラルの低いのは、この小池百合子が最もモラル低いじゃないか。民主主義の危機って書いてるけども、民主主義が危機じゃないか、本当に。小池百合子のせいじゃないかと思っちゃいますけどもね。はい